い,いやーんでおなじみ、安井正史さんの刀三手目ギャグライブ、昨日見てまいりました。とても面白かったです。金箔が吹いても励えない国産仏壇。 お仏壇の販売が天職長た幸喜でございます。2023年6月の24日土曜日、今ちょうど6時9分、外気は21度、晴れ、もう天気晴れております。朝動画でございます。梅雨の中休みですね。昨日ですね。 安井雅史さんのですねギャグライブあれどこ行ったかなあこれやったこれだギャグライブ刀3手目私1回目から見てますやっぱだん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 新幹線をお面白になっていきますですねはい見てまいりました熊本市民会館シアーズホームでございますですねお客さんも多かったですよわだんだん本当多いですねおふや思いました若い女性の方がやっぱ多いかったですけどおじいちゃんおばあちゃんも多いんですよねまあ皆さん非常に安井さんの幅の広さというのが分かりますね 本当私この人のすごいと思いますよ。ナンセンス。いい、いい。あの、カンペイちゃんみたいな、やっぱ、ああいう流れなんですよね。やっぱりですね。シュールな感じで。とても私好きですね。それとやっぱり何よりもですね、安井さんお人柄がいいんですよ。実は安井さんのお父様が当店から国産仏壇、百年仏壇を購入いただいております。でですね、お父さんがまた床かしたなんですよ。そっくり、よか男。いっちん変わらずさ。 もう全くですよ。では、お人柄、ああの、町内会長、自治会長、今、自治会長をしてらっしゃると思いますね、地域のですね。やっぱり、やっぱお人柄、人徳いうのが滲んでらっしゃるヤグですね。やっぱ育ちの良さが出てらっしゃるんですよね。それは思いました。で、まあ、あの、そういう形で非常に楽しませていただきました。はい、こちらですね、昨日、ちょっと。 <laughs> 式年撮影をさせていただき <laughs> すいませんね。会場の皆さん。やっぱ吉本工業。福岡か吉本工業キトラスですね。そこからですね。で、安井さんですね。人吉の観光大使をしていらっしゃいますので、オリジナルブランド熊城中ですね。プロデュースされていらっしゃいますね。すごいなと思います。で、こちら。なんと、安井さんステッカーと、安井さんコースター。とてもコースター使い、引えない、引けないっすよね。飾っとかないかですね。素晴らしいと思います。で、当店ですね。一応お花を出させていただきました。まあ、3回目からですね。 1>, 1回目、2回目、3回目、全部お花も出しております、あのこれからです、ね、どんどん続けていかれると思います、あの私、必ず出席もいたしますしです、ねあの、見させてもらいます、もう本当に素晴らしいライブ、ありがとうございました。はいえー いやんでお馴染み、安井正史さん、刀3手目、ギャグライブ、えー、3回全て出席させていただいております。全部、だんだん、だんだん進化しておられますね。はい。えー、お父様がお客様、百年仏壇のお客様、人格者、もう、うり二つ。そっくり。もう、いや、思いますよ。よっかしたらんですよ。 もう決してですね、服装で、お父さんですね、服装でなんで、も作業服でこらせて、軽トラックでこらせて、野菜ができたよというか、かぼちゃとか、スイカとか持ってこらせてですよ、まあ、ありがとうございます、いつもありがとうございます、まあ、本当ですね、そういう素晴らしいお人が飾らない、飾らないですね、でもやっぱり地域のために一生懸命頑張ってらっしゃいます、野菜さんのシール、あの安井さんもですねの、シュールでナンセンスなギャグが大好きでございます、好きですね、あれ、いいと思います、私大好きで。はいえやっ やっぱり本場吉本仕込み。やっぱ懲らされた人は違うですね。あの、もうギャグの伝道じゃないですか。やっぱり日本全国からクラスで面白いってやつが寄ってくるで、その中で戦うわけですからですね。もうさば違うなと思いました。はい。まああの、これからもですね、あの、頑張っていくで、あの、このギャグライブ続けてください。あの、当店も応援いたします。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。 はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を発展。お祈り申し上げます。